結構ね外観がレトロな感じで、なんか焼肉をやってるという感じだったんですけど、そのいつからやってるのかなと思いながらずっと歩いてたんですけど、赤味噌を使ったね、チゲ鍋なんで、今日はね、前から気になっていたその京橋の、焼肉屋さんにね、行こうかなと思います。結構ね、外観がレトロな感じで、なんか焼肉をやってるという感じだったんですけど、そのいつからやってるのかなと思いながらずっと歩いてたんですけど、このね、お昼過ぎぐらいに、やってると、いうことで、ちょっとね、今日は、ここに行ってみようかなと思います。今回のお店なんですけど、お昼12時ぐらいに通ったら、まだ閉まってるんですよね。で、15時、夕方のね、3時ぐらいに通ったら営業してて、一体何時に、開店して、閉まるのかってのもちょっと調べたいなと思います。
ありがとうございます。2320円です。午前3時が平日ですね。日曜、祭日は2時半です。またみんなで来ます。お疲れ様でした。はい、というわけで、ごちそうさまでした。まあね、焼肉神戸牛を使っているということで、まあいろいろ品数もあったんですけど、まあ今回はね、ロースの方をいただきました。まあ、チゲ鍋は赤味噌を使ったね、チゲ鍋なんで、まあ辛みもちょっとあるかなという感じで、中身の具も、まあ海鮮系ということで、でもまあその赤味噌ということなので苦手な方はちょっとね、思うんですけど、まあこういう感じでまたレトロな感じでまだ残っているという京橋の焼肉屋でした。またね、興味がある方は行ってみてください。昼の2時から、夜の3時までやってるということで、またお願いします。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。